今日は遊んでプリキュアの塗り絵で遊んじゃうよ。キュアジェラートの塗り絵で遊んでみよう。まずは簡単な方で。うわー、キュアジェラートかっこいい。どんな風に塗っていこうかな。キュアジェラートの髪は青色だよね。たてがみみたいでかっこいい。お髪とお洋服の色も確か青だった気がするな。こんな感じかな。あとはお顔の色。お顔の色はもうちょっとこんな。こっちにしておこう。こんな感じの色で、そしてお目々も青だよね。ここは黄色かな。色がこれで合ってるかなって思った時は、このお手本を押すと正しい色がわかるよ。お手本押してみるよ。あ、ちょっと色が違う。どこが違うんだろう。まずお肌の色が違うね。肌の色はこの色だったみたい。お手本をしてみると、一緒だね。あとはお目目の色が違ったね。お目目は髪の毛の色じゃなくて、この薄い青色だったよ。お手本をしてみるよ。あ、この色ともちょっと違うな。こっちの青色か。この色かな？あ、この色で合ってたみたい。あと違うのは、ここがこの青色で、お耳もこの青色だったかな。そんな感じだ。で、本物のお耳もこの色だね。あとは腕のここが黄色で、で、冠がオレンジっぽい色なのかな。これかな。お、近づいてきた。あと微妙にお洋服の色が違うかも。こっちはこの青色なのかな。そうだね、一緒になった。で、ここもちょっと違うかな。この青色かな。あ、違う。これかな。これも違う。こっちかな。これか。お、一緒になった。手本をやりながらやると正しい色が分かってくるね。このコーンも塗らなきゃいけなくって、ここの部分もさっきと同じ、あ、間違えちゃった。白で塗って、この隙間もさっきと同じ青色だね。あとは背景に色を入れればと。やったー。どっちかお手本かわからないくらい同じように塗れたよ。この影っていうボタンを押すとどうなるんだろう。押してみるよ。おお、キュアジェラートに影がついた。かっこいい。影を押すとすごくかっこよくなるね。
キュアジェラート出来上がり。おめでとう。プリントって押すとお友達カードが印刷できるんだね。自分で色を塗ったキュアジェラートがカードになるなんて嬉しいな。今度は難しいを押してみるよ。次はお手本を見ないで自分の自由なキュアジェラートを塗り塗りしてみよう。キュアジェラートはいつも青だから髪の毛をピンクにしちゃえ。うわー、かっこいい。ここの髪の毛は紫。お耳も紫にして、耳の中は赤にしちゃおう。で、ここはオレンジ。うん、かっこいいな。お洋服は緑にしてみようかな。ふわふわは黄色。首飾りは赤で、イヤリングはピンク。ここピンクよりも赤の方がいいかな。ここは青にして、コーンも青にして、で、お顔の色はこれだとちょっと黄色すぎちゃうな。この色かな。うん、かっこいい。ここは青にしてみようと。あ、青とこの青にしようと。これとこの青にして、この部分も青で塗って、で、この腕は赤で塗って、お耳は何色がいいかな。あ、赤も素敵だね。黒はどうかな。あ、黒もかっこいい。いつもは青色だよね。この色にしてみようかな。そして背景も塗って、影もつけて、オリジナルキュアジェラート出来上がり。このお髪の色もかっこいいね。みんなもキュアジェラートを自分の好きに塗り塗りして遊んでみよう。うん、黒い髪も素敵かも。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね、バイバーイ。あら、全部真っ黒になっちゃった。遊ぶームではまだまだ面白い動画をたくさん用意してるので、動画の右上にあるこのアイマークを押して、アソブームの他の動画もたくさん見てね。このアイマークを押してね。毎日楽しい動画をたくさん見たい人はこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押して、チャンネル登録をして、アソブームの楽しい動画を毎日見ちゃおう。みんなの気に入る動画がきっと見つかるよ。毎日楽しいアソブームをぜひ見てね。これからもアソブームをよろしくね。